tr-201 または tr-201 は1972年から1988年までデルタロケットシリーズのデルタ P として上段に使用された自己着火性加圧供給式ロケットエンジンであるこのエンジンはエアロジン -50 を燃料として4酸化に窒素を酸化剤として使用した九百七十年代初頭に trw 社によって アポロ計画で月面着陸機の月面着陸モジュール効果エンジンの派生型として開発された。ピントル式噴射装置を採用する。このエンジンは1950年代以末に TRW 社によって最初に開発され、1972年にアメリカ合衆国の特許を取得した。この噴射装置の技術は同様にスペース X 社のマーリンエンジンの設計においても、 同様に使用される。燃焼室は当初アポロガスモジュール用として開発され、デルタ使いステイロケットの第2弾用として改良された。エンジンはアポロ計画で10回、1974年から1988年のデルタロケットの打ち上げで77回使用された。TRW 社の TR-201 はデルタロケットの第2弾用につき、 着陸モジュール効果エンジンの水力を固定式に再設定した派生型である。複数回の指導と最大まで出力調整可能な 55.6KN の水力で推進材の流量は最大7 7 1 1ラムで膨張比を選択可能のツルの装着が可能である。革新的な水力燃焼キットピントル設計は TRW 社の航空宇宙技術者のピーター。 ストードハンマー博士によって開発された。燃焼室は、アブレーション材で打ち張りされた16、1の面積比のチタン合金の筐体で構成される。6A1 から 4V のチタン合金製の筐体は、機械加工で燃焼器を加工して、炭造と溶接で膨張ノズルは、スロートの中心線を一致するように加工される。アブレーションの打ち張り輪に分割して加工され、片側から装着される。 ノズルスカートの内面の形状は輸送中に発射と加速に応じてノズルスカート内面のアブレーションの打ち張りが外側へ向かって徐々に侵食して拡張することにより膨張費が増えるエンジンの燃焼中水力の負荷はノズルスカートの打ち張りにかかるピントル噴射器と水深剤の弁を備えるチタン製の上部構造は36本の A-286 構成のインチのボルトで結合される。およそ800までの耐熱性を持つチタン製の、筐体の最高運転温度を維持するために、アブレーション材の打ち張りは、最大の放熱性と最小の重量をもたらす、複合材で設計された。選択された仕様は高密度で、耐食性があるケイソフェルトマット、フェノール断熱材によって覆われた、ケイソフ、フェノール材料を軽量で構成される。 TRW 社の設計した液体燃料推進システム特有のピントル式噴射装置は従来の2液推進系エンジンに使用される典型的な同軸式噴射装置よりも信頼性が向上して費用が低減された。TR-201 エンジンはデルタロケットの2段目で1972年から1988年までに77回打ち上げられた。 エンジンは15年間の運用期間中に100%の信頼性の記録を樹立した。ドレスラー、ゴルダン・エーヴァウェル、J ・マーチン、TRW、パインタルエンジン・ヘリテッジパフォーマンス、キャラクタリスティックス、アメリカ航空宇宙工学協会、アヤー -2000 から3871、HTTP、スマートデータ、ユースビット,ドットコムタシーユースビット、 2001-2191パインテレンギンペーパーファイナル PDF 2012年6月4日閲覧。TR-201 エンサイクロペディアアストロナタカ2012年6月4日閲覧。デルタ P エンサイクロペディアアストロナタカ2012年6月4日閲覧。ありがとうございます。